第5章、他方で匂いについても同じ仕方で考える必要がある。実際味覚の場合に湿ったものの中で乾いたものがなすところのまさにそのこと。別の類である嗅覚において、味を内に含む湿ったものが空気においても水においても同じようになすからだ。しかるにそれら空気と水に関して今や我々は透明なものを共通だと言っているわけであるが、しかし その湿った透明なものが嗅がれうるのは透明なものである限りにおいてではなく、味を内に含む乾きに属す。現れうるものであり、すすがれうるものである限りにおいてなのだ。つまり空気の中だけではなく、水の中でも嗅覚に属す、嗅がれうるものは存在するからだ。そしてこのことは魚や核非動物、貝類の場合に明らかである。すなわち、水の中には空気がなく、実際空気は水の中で生じた場合浮き上がり出ていってしまうのであるから。それらの動物は呼吸をしていないのに明らかに匂いは嗅いでいるから。それでもし人が空気、水も両方とも湿ったものであるとしたならば、湿ったものの中にあって味を内に含む乾いたものの自然本性が匂いなのであり、そしてこのようなものが嗅がれうるものであるということになろう。しかるにその嗅がれうるという受動状態が味を持つものから成り立つということは、匂いを持つものと匂いを持たないものとから明らかである。すなわち諸々の構成要素、例えば火、空気、土、水は無臭であるが、これはそれらのうちの乾いたものも湿ったものも何らかの混ぜられたものを作り出すのではない限り、海であるということのゆえである。それゆえ海も匂いを持つし、実際味と乾きを持っているから。また塩分はソーダよりも匂いがある。それから水気が抜けた後に残る油分でそのことがわかるのだが、しかしソーダの方が一層土に属している。さらに一方で石は無臭であるが、それは無味であるからであり、他方で薪は匂いがあるが、これは味があるからだ。そしてこれらのうち水の性質を持つものは匂いが一層少ない。さらに採掘されるものの場合、金は無臭であるが、それは無味であるからであり、青銅と鉄は匂いがある。しかし湿ったものが熱せられて追い出されると、それらすべての場合において、香脂は一層匂いが少なくなる。しかし銀と鈴は一方の金などより一層匂いがあり、他方の青銅や鉄より一層匂いがない。実際これらの銀と鈴は水の性質を持つからだ。ところである人たちに思われているところによれば、煙の性質を持つ蒸発物が匂いであり、これは土と空気とに共通するものであるという。それゆえヘラクレイトスも次のように言ったのだ。すなわち、もしあらゆるものが煙と化すことがあれば、金がそれらを識別するであろう。と、そしてもう全ての者たちが匂いに関してはこれに帰している。これをある者たちは陽気とし、雪とし、別の者たちは蒸発物とし、また別の者たちはそれらの両方としている。しかるに一方で雪は一種の湿り気であり、他方で煙の性質を持った蒸発物は、ちょうど述べられたように空気と土とに共通するものだ。そして一方のものが集まってできるのが水であり、他方のものが集まってできるのが土の一種、すすである。しかしながら匂いはそれらのどちらでもないように思われる。実際一方で雪は、無味無臭の水に属し、他方で煙の性質を持った蒸発物は水の中で生じることが不可能であるから、光るにちょうど先に述べられたように水の中の動物も匂いを嗅いでいるのである。さらにこの蒸発物は流出体と同様な仕方で語られる。それで両後者がうまく語られていないならば、前者もうまくいかないことになる。さて、それで湿ったものは規則の中でも、それでも水の中のそれでも、味を持つものに属する渇きから何かを受け取り、受動することができるということは分かりにくいことではない。実際空気もまたその自然本性に関しては湿ったものなのであるから。さらにまた乾いたものが湿ったものの中で同様の仕方で空気の中でも、ちょうど洗ってすすがれた結果、無味無臭であった水に味が匂いがつく場合のように、働きかけるものであるならば、匂いは味と類比的である必要があるのは明らかである。まさしくこのことがいくつかの場合に起こってさえいるのだ。すなわち匂いには、ツンとした匂い、ドリメイアイ、甘い匂い、グリケイアイ、酸っぱい匂い、アウステーライ、うっと身が縮むような匂い、スチュリプナイ、油の匂い、リパライがあり、そして苦い味のものと類似的な匂いとして、腐敗した匂い、サプライを上げることができよう。それゆえちょうどそれらが飲み込みにくいように腐敗した匂いの空気が吸い込みにくいのだ。
そうするとちょうど味が水の中で被るそのことを、匂いは空気と水の中で被るわけである。そしてこのことゆえに冷たいものや凍結は味を鈍くし匂いを打ち消すのだ。なぜなら動かし作り出すものとしての熱いものを冷却や凍結は打ち消してしまうからだ。しかるに嗅がれるものの2種類は2つある。実際ちょうどある人たちが主張するように嗅がれるものに種類は存在しないのではなく、その種類は存在するのであるから。しかしどのような意味で存在し、またどのような意味で存在しないのかが規定されねばならない。すなわち嗅がれるものの一方は、ちょうど我々が言うように味に基づいて秩序づけられており、心よさと苦痛と味との関係で具体的に持っている。実際味は栄養となるものの受動状態であるということのゆえに、一方で味が欲望されていれば、その味に属する匂いは心よく、他方で満たされてしまっているものや全く必要としないものにとっては、その匂いは心よくないのであり、また匂いを持っている栄養物が心よくはないものにとっても、やはりその匂いは心よくないのであるから。したがって一方の種類の匂いは、ちょうど我々が述べたように、具体的に心よさと苦痛とを持っており、それゆえまさに全ての動物に共通なのであるから。しかし他方の種類の匂いは、例えば花の匂いのように、それ自体で心よい。実際その匂いは栄養物へと呼び寄せることを、より多くも少なくもしないし、食べる欲望に資することもなく、むしろ反対であるから。つまりストラッティスがエウリピデスをあざけって言った言葉、豆スープを煮込むときに氷を振りかけるな、は真実であるから。しかしそのような匂いをつける力のあるものを飲みのものに実際に混ぜている人たちは、本当は二つの感覚から心よさが生じているのに、あたかも一つの感覚から心よさが生じているかのように、なるほどまでに、強制的不自然な仕方によって、慣れで快楽を作り出しているのだ。それで一方で、そのような種類のそれ自体として心よい、嗅がれうるものは人間に固有であるが、他方で、味によって秩序づけられたそれはちょうど先にも述べられたように他の動物にも属している。すなわち後者の匂いは主体的に心よさを持つということのゆえに味によって分類されるのだが、前者の匂いはその自然本性が自体的に心よいか苦痛であるかということのゆえに、そのような味による分類はもはやなされない。しかるにそのような種類の匂いが人間に固有であることの原因は脳の周りの状態による。すなわち脳の自然本性は冷たいものであり、脳の周りのたくさんの血管の中にある血は一方で希薄かつ正常であり、他方で冷却が容易である。それゆえ栄養物が体内で蒸発したものも、その脳の周りの場所のゆえに冷やされると、病気を引き起こす様々な分泌物を作り出す。から、そのような種類の自体的に心よい匂いは、人間にとって健康の助けになっているわけである。実際この種類の匂いには、そのこと以外の働きは属していないから。そして明らかにそのことをこれはなしている。実際一方で栄養物は確かに心よいのではあるが、乾いたものも湿ったものもあって、しばしば病気につながる性質を持っているのだが、他方で自体的に心よい匂いから成り立つ方向は、どのような状態にある人たちにとってであろうと、いわば常に有益であるからだ。まさにそのことのゆえに嗅覚が生じるのは呼吸を通じてなのである。すべてのものにとってではなく、人間にとって、また有血動物のうち、例えば四足のものにとって、そして一層多く空気の自然本性を分け持つ限りのものに関してであるが、実際匂いがそのうちにある暑さの軽さのゆえに脳へ運び上げられると、その場所のあたりの諸部分は一層健康的な状態になるからだ。すなわち匂いの能力はその自然本性に関して熱いのであるから、しかるに自然は呼吸を使用したのだが、それは二つのことのためであって、一方で本来の働きとしては胴体の助けのためであり、他方で本来の働きから脇にそれた働きとしては匂いのためである。実際呼吸するときは、ちょうど舞台の脇の入り口からのように、口の脇にある鼻孔を通じて、匂いを体内へ取り込むという動きを作り出すからだ。さて、このような種類の匂いが人間の自然本性に固有であるのは、他の動物に比して、体の大きさとの関係では、最も大きくかつ最も湿った脳を持っているということによる。実際そのことのゆえに、いわば、諸々の動物のうちで人間だけが、花やそのようなものの匂いを感覚して喜ぶのであるから。すなわち、花などの匂いに属す暑さや銅が、その場所、脳にある湿り気と冷たさの超過に対して釣り合いを取るからだ。しかるに自然は肺臓を持つ限りの他の動物に呼吸するということを通じて、匂いの多方の種類、味によって秩序づけされた匂いの感覚を与えたのだが、これは二つのことをしないようにとそうしたのである。すなわち、匂いの多方の種類の感覚しか与えられていなくても、他の動物は呼吸しさえすれば十分であって、
これはちょうど人間に嗅がれうるものの両方の種類の感覚が属すように、他の動物には匂いの他方の種類だけの感覚が属すからだ。しかし呼吸しない動物が嗅がれうるものの感覚を持っていることは明らかである。実際魚も様々な有節動物、昆虫類からなる類の全体も、精密にかつ遠くからでも感覚するのであるが、それは匂いに属しているところの栄養に関わる形相のゆえであり、それらの動物にとって固有の栄養物から非常に離れたところからでも、非常に離れたところからであってもそうであって、例えば、ミツバチが蜂蜜に対してしているが、そして、諸々の小さなアリからなる類、すなわちある人たちがクニープスと呼んでいる諸々のものからなる類がそうであり、また海の生き物のうちでは、アクキガイや、その他のそういった種類の動物のうちの多くも匂いによって栄養物を鋭く感覚しているから。しかしそれらが何によって匂いを感覚しているかは同様な仕方で明らかというわけではない。それゆえまたそれらが何によって匂いを感覚するのかと困惑する人も出るかもしれない。いやしくも一方では呼吸するものに匂いを嗅ぐということが排他的に生じ、実際明らかに嗅ぐということは呼吸するすべてのものの場合に起こっているから。他方で酒の魚などのもの、どれも呼吸してはいないが、それにもかかわらず匂いを感覚しているのだとすれば、5つの感覚と並ぶ別の感覚を人が考えでもしない限りは、困惑する人が出るだろう。しかし第6の感覚を考えることは不可能である。なぜなら、嗅がれうるものを感覚するのは嗅覚であって、嗅覚を持つ動物はそれを感覚しているのだが、しかしその仕方がおそらく同じではなく、一方で呼吸するものにとっては規則がちょうど一種の蓋のような覆いを呼吸のために動かして開ける。それゆえ呼吸する動物は呼吸していないときには匂いを感覚しないが、他方で呼吸しない魚などにとってはその覆いがそもそも存在しないのであって、それはちょうど一方で動物のうちのあるものは目の上にまぶたを持っており、まぶたが開けられないと見ることができないが、他方でそれとは別の硬い目を持つものはまぶたを持たないのであって、まさにそれゆえにまぶたを開けるものを何もことさらに必要とせず、見る能力がそれらに存在するということから、直ちに見る働きが生じるのに似ているのであるから。同様にまた他の動物のどれも、自体的に悪臭がするものの匂いを、それが動物を死滅させるものである場合以外は、嫌わない。しかし同様にそれによって消滅させられるのであって、それはすなわちちょうど人間も、木炭から出る煙によって頭が重くなり、頭痛がして、そしてしばしば死滅させられるように、硫黄やアスファルト用の物質の力によって他の動物は死滅させられ、そしてそのようなことを被ったがゆえにそれらを避けるのだ。しかしこれらの動物は悪臭がすることそれ自体については、これらの動物の栄養や住処になるところの植物の多くが悪臭を持っていてさえも、何ら考慮しないのであって、これはこれらの動物に味あるいは餌に対する何らかの影響を及ぼさない限りそうなのだ。しからに奇数、5つの感覚が存在するのであり、かつ奇数は中間に位置する数を持つのであるから、嗅ぐという感覚はそれ自身も中間に位置する感覚であるように思われる。つまり触覚や味覚のようなそれ自身が対象と接触して感覚するものと、視覚や聴覚のような別のもの、媒体を通じて感覚するものとの中間に位置する感覚であるように思われるのである。それゆえ嗅がれるものも栄養となるものの一種の自動状態なのであり、実際触れられるものの類のうちにあるから。また、嗅がれるものは聞かれるものの受動状態でもあり、見られるものの受動状態でもあって、それゆえ空気の中でも水の中でも匂いを嗅がれるわけである。したがって嗅がれるものはそれらに共通する何かである。すなわち、触れられるものにも聞かれるものにも透明なものにも属す。それゆえ湿っており、注がれるものである水の中では、乾きが何か、浸され、洗い流されるようなことと、不意識的であるように思われるが、このことはまさに理にかなっているわけである。それで一方で嗅がれるものの種類をどのように語るべきか、そしてどのように語るべきでないかは、以上のような程度で述べられたとしよう。他方、ピタゴラス派の人たちのうちのある人たちが語っていることは理にかなったことではない。すなわち、この人たちはいくつかの動物が匂いによって養われると主張しているが、これは理にかなっていない。なぜなら、第一に栄養物は複合的である必要があるということを我々は見ているからだ。実際、養われるものも単純ではなく、それゆえ栄養物の様々な排泄物も生じるのであって、排泄物は養われるもの自身のうちに、あるいはちょうど植物にとってのように外に生じるのだが、しかに栄養物が複合的である必要があるその理由とは、水というものはそれ自身だけで存在して混じり気がないなら、養う働きをなそうとはしないからである。実際結合して複合体になろうとするものは、何か固有の性質のものである必要があるから。さらには空気が固体になることは
もっと理にかなっていないから。そして以上に加えて栄養物を受け入れる場所が動物のすべてに存在し、栄養物が入ってくるとその場所から体は栄養物を摂取するということも我々は見ている。しかるに嗅がれるものの感覚器官は頭部にあり、また嗅がれるものは規則の性質を持った蒸発物とともに頭部へ入ってくるから、呼吸をする場所に達することになるのだ。それで一方で嗅がれるものが嗅がれるものとしては栄養に寄与しないということは明らかである。しかしながらそれが健康に寄与するということは感覚からもすでに語られたことからも明白であり、したがって味が栄養なるものにおいて、そして失われるものに対して持っているような関係を、嗅がれるものは健康に対して持っているわけである。さて、それで一方では感覚器官が各々以上のような仕方で規定されたことにしよう。